はい今日は KB の第一スタジオからとことこ堺で新年度スタートの話題をお届けしますまずは堺出市観光協会の事務局長の上賀さんにお越しいただきましてよろしくお願いしますはいお,お願いいたしますはいそのとことこ堺での趣旨説明をねしてもらいたいんですけど、うん、まず皆さん見たことあるかなっていうのはこちらなんですよねそうですね、はい、香川県のテクテクサヌキという、うん、はいはい。えー、堺出がねちょうどこの始まって後発隊だったんですけどね まあ、とことこぼちぼち歩こうかということで始めたのがとことこ境でという街歩きイベントですね<あ>、はい、この春テグの中にも全部載っているということなんですけれども、ねはいまあ明日から今年度始まるということですけど、はい、ちょっと昨日ね。そうですね、はい、ニュースが入りましたけど、ねはい、実は出,出ちゃいましてね。ね やっぱり不要不急の外出は制限ということになりましたね,ね、申し訳ないんですが、ちょっと4日からの、ね、イベントというのは、ちょっともうしばらくお休みということにさせていただきます4日から21日までの街歩きは中止ということになってしまいましたが、ねはい、明日3日の境出里山巡り、笠山編は開催。これも、ね、ちょっと参加人数ちちょょっっっとと多くくないのので、えーまあ、当然、ね、自然自中ゆっくりちょっと 距離を取って歩こうかなと思っております、はい、はい。6人の方たちね参加される方は、ねはい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います、はい、そしてその境出のとことこ境出について5月からの内容については今日はにぎわ室のにぎわい室のホープの藤田がおりますので、はい、はい。藤田の方から詳しく説明させていただきます、はい、とことこ境出はねこちらがチラシです境出の情報が満載になっていますじゃあ藤田さんお願いします ということで、坂出市にぎわい室の藤田さん、はい、今藤田さんにぎわい室入ってというか、市役所に入って、どのくらいなんですか?。はい、えー、市役所に入って、ちょうど1年になりますね。で、にぎわい室、今2年目ということで。はい。はい、2>, 2年目になります。こう、坂出の街っていかがですか?。はい。もう、ても、にぎやかで、うん、あと、こう、景色の。いいところがいっぱいあるなっていう印象ですね。はい。で、今日はね、街歩きの説明してもらうんですけど。はい。実際、なんか街歩きしたこととかってあるんですか?うん。 はい、そうですね。うん、と去年はちょっとイベントとかでまあ、いくつか街歩きなくなってしまったんですけど、もう参加できた街歩きはどれもとても楽しかったですね。はい、で学生の時にね天から巡りあ行ったということで。そ,そうですね、はい、学生の時に行った天から巡りも一番楽しかったですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあ5月の境での とことこ境で順番に紹介してもらいたいんですけれども、はい、まずこちらですね境で三島物語5月8日の土曜日に開催されますこちらの魅力ははい筆石、えー、島と、えー、岩黒島は瀬戸大橋により陸と結ばれたものの車での島への立ち入りは制限されております瀬戸内海では珍しい黒い砂浜や羊島の語源ともされる巨石など もご覧いただけます、はい、また昼食は地元の方々の郷土料理をいただきますはい5月8日の土曜日に開催されますこちら坂出さんと物語ですねそして続いて5月15日の土曜日には聖島・三味島散策ツアーが行われますこちらの魅力はどんなところですかはい、えー、バンノスの埋め立て事業により陸続きとなった聖島と三味島をご案内します 島は今も島らしい風景が広がるだけでなく穴場的ビュースポットがたくさんございます昼食は地元で採れた食材を利用しお母さん方による手作り弁当をお楽しみいただけます三味島では東山海人内美術館を見学しその後島内を散策します 瀬戸芸、の裏話も聞けるかもとなっておりますはい、瀬戸芸ね、また来年もあるということなんですけどね、はい、続いて、坂出三島物語の「吉島・小吉島編」は、5月30日に行われますはい、遊覧船に乗って坂出港を出港し、はい、約8キロ先の沖合に浮かぶ吉島と、その東隣に位置する小吉島に着岸し、 島内を散策するコースです瀬戸大橋の開通により陸と結ばれ巨大な施設が計画建設された一方でその島内はえ過去の面影を残しつつもひっそり時を刻んでおります瀬戸内海最古のえ鍋島灯台の見学と地元食材を使用した昼食も大人気となっておりますえ小吉島では5月下旬頃になると笹百りが見ごろです 秘境の癒しを求めた船旅となっておりますはいこちらは5月30日の日曜日に行われます続いてまあ第3日曜日でしたっけねまあ第3土曜日に定期的に行われる堺出駅地下ぶ,ぶらり旅こちら6月19日の土曜日に開催されますはいはいこちらははい、えー、久米通県が 江戸時代後期に塩田を開いてから昭和30年代まで全国有数の塩の町として栄えた境で町には当時の面影が随所に見られ塩を原料とする醤油の樹上素が今も伝統を重ねております懐かしさ漂う商店街を堪能した後は普段開放していない甲府園の水晶学2階へご案内 最後はあんもちゾーニをご用意しておりますはいこちらね事務局長のぬがさん映ってますけどぬがさんお手製のあんもちゾーニが食べられるんでしょうかねはいと言っておりますので皆さんこちら楽しみにしていてください6月19日の土曜日ですそして最後あまだ別に6月20日の日曜日次の日には須徳上皇の即席と国宝神田に神社を巡るが開催されますはい保元の乱に乱れ破れ、えー さぬきに流れされたストック城口にまつわる数多くの名所のほか県内に2つしかない国宝建造物のうちの1つ神谷神社本殿を巡ります道中はガイドさんの圧倒驚く話もございます昼食は瀬戸内海が一望できる白峰パークセンターにて共同料理をいただきます はいわかりましたこちら6月二十日の日曜日ということでいろんなね魅力がたっぷりの街歩き紹介してもらいましたけどどのコース興味があったりしますかそうですね僕としてはひつい島と岩黒島を巡る <laughs> 三島物語がとても魅力だなと思いますはい。そして明日の笠山も一緒に行くんですよねそうですね、はい、笠山にも行ってしっかり楽しんでいきたいなと思っておりますはい。で詳しいお問い合わせお申し込み先がこちらになります はい、電話番号が0877-45-1122堺出市観光協会の堺出観光案内所となっていますそして藤田さんから皆さんに教えたいメッセージをはい、はい、そうですねこちら5月の街歩きももしかしたら新型コロナウイルスの影響で中止または延期になってしまうかもしれませんがもし開催できるとしたらこちらしっかり準備して 楽しんでもらえるよう、えー、頑張りますのでよろしくお願いしますはい、堺出市の、ね、ホームページも新たに見やすくなっておりますので、はい、これからも観光情報いろいろと教えていただきたいと思いますはい、ぜひ発信これから頑張っていきたいと思いますはい、ありがとうございます今日は堺出市にぎわい室の藤田さんそして観光業界の事務局長のぬかさんにスタジオにお越しいただきました明日からの街歩き皆さん楽しんでくださいありがとうございましたありがとうございました